会を立ち上げた当初の目的は、夫を福島に残し、母子だけで避難した孤独になりがちな方々の不安や悩みをね、話せる場所、放射能原発について情報交換できる場の提供を目的として、活動していました。行政は今回のことが安全であると、健康に影響はない、安心してくださいと未だに言い続けています。これはもしかしたら本当に安全かもしれない、振り返ってみたら何でもなかったかもしれない、でも今の段階では分かりません。なので行政の方たちには安心してくださいと口で言うのではなくて、きちんと安心できる環境を整えていただきたいんですね。こう最近ようやくかなり各地でも避難者同士のサークルってできてきたと思うんですけども、その人たちを非常にこれからサポートするようにしてほしいなって思うんです。やっぱり避難者同士でつながってることって非常に大事だと思うんです。情報の共有がすごく早い避難者同士だと、で支援者との避難者とのもちろん情報の共有って大事なんですけども、両方で一緒にやっていかないとどんどん避難者は依存してしまうので、本当に避難者の自立っていうのにこれから焦点を絞って皆さん活動していただけたらなと思います。誰でも震災でたくさんの人がどこかでつながっている人を亡くしたり、故郷が福島とか放射能汚染地にある人も本当にいっぱいいて、本当はなかったことにして暮らしている人なんていうのはいないんだと思うんです。それから何か自分にできることがあるんだったらやりたいっていうふうにたくさんの人が思ってると思うんですね。だけれどもその必要な支援が何なのかっていうのが見えてこない、現場がどうなってるかっていうのは見えてこないわけですから、それを私たちがもっとこうお伝えして、私たちから積極的にこうつながる機会を作っていく必要があるんだなっていうふうに、そんなことも思ったんです。仕方がないです。